こんにちは。今日はイスラエル情勢についてお伝えしてまいります。今回の動画は全編自動音声で作らせていただきます。ご了承ください。10月7日ハマスがイスラエルに行った奇襲テロ攻撃は決して許されません。そのことをまず動画冒頭で申し上げさせていただきます。他方で国連事務総長のグテレス事務総長は多数の民間人が犠牲になったとしてイスラエル軍のガザ空爆を非難。イスラム組織ハマスが拘束する人質の解放を促すためにも人道目的の即時停戦を要請しました。ハマスのイスラエル攻撃を糾弾しながらもイスラエル軍のガザ空爆により多くの民間人が犠牲になっているという情勢に国際社会はどう向き合うのかが問われています。こうした情勢を踏まえた上でまずはニュースを読んでまいります。イスラエル軍地上部隊ガザ地区で作戦拡大。インフラ攻撃で携帯やネット使えず。イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザ地区で地上部隊が作戦を拡大していると発表しました。一方イスラム組織ハマスは徹底抗戦する構えを見せています。イスラエル軍の報道官は27日夜ガザ地区での地上部隊の作戦を拡大しハマスの地下施設やインフラなどを攻撃していると明らかにしました。ロイター通信などはガザ地区で携帯電話やインターネットなどが使えなくなっていると報じています。イスラエル軍は26日と27日にガザ地区で限定的な地上作戦を行い地上侵攻が近いことを示唆していましたがイスラエル軍の報道官はアメリカ ABC へのインタビューで今回の作戦拡大は予想されている正式な地上侵攻ではないとしています。一方ハマスの軍事部門はガザ北部の複数の場所でイスラエル軍の侵攻に立ち向かい激しい戦闘が行われたと明らかにしました。その上で侵略を阻止するための準備は整っているとの声明を出し徹底抗戦する構えを見せています。アメリカホワイトハウスのカービー戦略広報調整官はイスラエル軍の行動について我々アメリカが越えてはいけない一線を引くつもりはないと述べました。ただ人道援助の拡大や人質解放のために戦闘の一時停止を支持する考えも示しています。こうした中国連総会の緊急特別会合ではアラブ諸国などが提出した人道的な休戦を求める決議が賛成多数で採択されました。法的拘束力はありませんが国際社会の意思が示された形です。このように報道されております。国連総会の緊急特別会合で人道的な休戦を求める決議が賛成多数で採択された中イスラエル軍のガザ地区への攻撃は苛烈さを増しており今後国際社会からイスラエルへの風当たりはますます厳しいものになる可能性があります。ガザでは通信がほぼ遮断されていて戦闘が激しさを増す中さらなる人道状況の悪化が懸念されています。こうした中イスラエル軍は28日3日連続で行っているパレスチナ自治区ガザでの地上作戦を拡大したと明らかにしました。イスラエル軍の戦車部隊は夜が明けた28日もガザ北部に展開したままで戦闘は続いているとしています。こうした中イスラエルのガラント国防相は声明を発表し我々は戦争の新たな段階に入ったと述べました。さらにイスラエル軍は28日も部隊や戦車がガザ地区に残って作戦を継続していてハマス側と激しい戦闘が行われているものとみられます。ガラント国防相は声明を出し新たな指令が出るまでこの作戦を継続すると述べていて本格的な地上侵攻に向けて攻勢を強める方針と報道されております。イスラエルのネタニヤフ首相は28日の記者会見で戦争は第2段階に入ったと述べパレスチナ自治区ガザ地区での地上作戦を今後も継続すると表明しました。イスラエルのネタニヤフ首相はイスラエル軍がイスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザで陸上部隊を越境させた攻撃を拡大させていることに関しイスラエル軍が進めている地上作戦は戦争の第2段階であり長く困難な戦いになると述べました。ロイター通信が伝えました。ネタニヤフ氏はその目的をハマスの統治能力、軍事能力を破壊し人質を取り戻すことだと説明しました。本格的な地上作戦の開始を示唆したとみられます。今後はガザ北部の市街地でも戦闘が行われる可能性があります。こうした中ハマスは徹底抗戦の構えを見せております。しかしハマス側の指揮命令系統は大きな打撃を受けているように見えます。ハマスはすでにイスラエル軍の攻撃により最高司令官などを失っております。ハマスは17日にパレスチナ自治区のガザを実効支配するイスラム組織ハマスの軍事部門最高司令官アイマン・ノファル最高司令官、26日にハマス情報局のシャディバルド副局長、ハマスのダラジトゥファ大隊の司令官と副司令官、戦闘支援担当の司令官、28日に
ハマスの航空部門トップなどの組織幹部を失っており、組織中枢に深刻な打撃を被っている可能性があります。こうした中、イスラエル国防軍は28日ガザ地区北部に激しい空爆を加え、トンネルや地下の戦闘空間を攻撃しました。同軍の軍用機が夜間に地下の目標150箇所を攻撃したとされます。イスラエル軍機はバンカー破壊弾を使用して150箇所以上の地下目標を破壊したとみられています。ハマスがガザ地区の地下に構築していると報道されている広大な地下トンネル網を無効化するための作戦とみられます。ただハマスのガザ地区の地下トンネルはあらゆる方面へ張り巡らされており、約 500km 以上のトンネル網があるとみられています。さらにトンネルの出入り口はガザ地区の至るところにあり、民間人の家の下にもあるとみられています。このため市街戦になると長期化、泥沼化する懸念も指摘されております。他方ハマス側は AFP 通信の取材に対し、一晩で数百もの建物が破壊され、ガザ地区北部の景観が一変したと、被害が甚大であることを認めました。こうして見てまいりますと、イスラエル軍による本格的な地上戦が展開される可能性、または本格的な地上戦がすでに始まりつつある可能性が考えられます。イスラエル軍は今後もガザ地区に侵攻し、徐々に陣地を広げながら人質奪還を目指しつつ、最終的にガザ地区北部の完全支配を目指す可能性があります。こうした中、ロイター通信などはガザ地区で携帯電話やインターネットなどが使えなくなっていると報じており、ガザ地区の状況が外部に伝わらないという状況が生まれたとみられます。このことでパレスチナの民間人の方々を巻き込んだ被害がより深刻になる可能性があります。こうした状況の中、イーロン・マスク氏は28日ガザ地区で活動する国際援助団体が自身が率いるスペース X が提供するインターネットサービススターリンクに接続できるよう支援すると自らの SNS で明らかにしました。マスク氏によるとガザ地区からスターリンクへの接続を試みた端末はないということです。こうした情勢の中、次のような報道があります。国連のグテレス事務総長は24日イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が続くパレスチナ自治区ガザでの明白な国際人道法違反に対する懸念を表明し、民間人の保護を訴えた。グテレス事務総長は安全保障理事会で、現在のような重要な局面では戦争にもルールがあることを明確にしなければならず、民間人の保護という基本原則が遵守されなければならないと指摘。ハマスによる攻撃は空白の中で起きたものではないと認識することも重要だ。パレスチナの人々は56年間にわたり苦しい占領下に置かれてきたと述べた。同時にハマスによる恐ろしい攻撃をパレスチナの人々の不満で正当化することはできない。パレスチナの人々に対する集団的な罰をハマスによる恐ろしい攻撃で正当化することもできないと語った。このように報道されております。また昨年12月に発足したイスラエル・ネタニヤフ首相のヨルダン川西岸の併合を主張する極右と宗教勢力と連立を組んだ極右連立政権のパレスチナに対する封鎖と弾圧は多くの専門家が指摘するところであります。ネタニヤフ政権は1国連総会の緊急特別会合でアラブ諸国などが提出した人道的な休戦を求める決議が賛成多数で採択され、国際社会の意思が示されたこと、アメリカも人道援助の拡大や人質解放のために戦闘の一時停止を支持する考えを示していること。2国連が示したパレスチナ自治区ガザでの明白な国際人道法違反に対する懸念。3国連が指摘している戦争にもルールがあることを明確にしなければならず、民間人の保護という基本原則が遵守されなければならないという点。これら3点において今後国際社会からの厳しい風当たりに直面する可能性があります。こうした中、アメリカとイランの緊張感は高まっているように見えます。アメリカのバイデン大統領はイランの最高指導者を名指しして、中東に駐留するアメリカ軍への攻撃を行えば反撃すると警告しました。アメリカ、バイデン大統領、アヤトラ、シーア派宗教指導者での警告は、もしアメリカ軍に対して動くなら我々は反撃する、覚悟すべきだということだ、イスラエルとは何の関係もない。アメリカ国防総省はイランが支援する武装勢力がシリアとイラクに駐留するアメリカ軍に対して今月17日から24日にかけて13回の攻撃を行ったと発表。アメリカのロイド・オースティン国防長官はアメリカ軍がシリア東部で26日イランの武装組織の2施設を空爆したと発表した。発表によると空爆した施設はイランのイスラム革命防衛隊と関連組織が使用していた。オースティン国防長官は
パレスチナ自治区ガザで続いている衝突とは別のものだと強調した。さらに、イランがアメリカ軍に対する攻撃に関与しているとして、イランはその手を隠し、我が軍に対する攻撃への関与を否定している。我々はそうはさせないと非難。イランの代理攻撃が続けばさらなる攻撃も辞さないと宣言しました。一方、イランのホセイン・アミール・アブドラヒアン外相は26日、国連総会の緊急特別会合で、もしもガザの戦争が終結しなければ、アメリカもこの日を免れることはないと発言しました。このように報道されております。中東情勢は重大な局面を迎えています。国際社会は、ハマスによる恐ろしい攻撃で被害に遭われたイスラエルの人々、そしてイスラエル軍の空爆などにより被害に遭われたパレスチナの民間人の人々、この両方に寄り添い、そして人道的な休戦とこの戦争を終わらせるための早急な具体策が求められています。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。